無労再生ゃり下野富田の村の菊代という女は海眼禅治にその時の様子を話して聞かした私が峰のお寺へ参るのは一年に二度ばかりでございます春早く雪が消える頃と 秋の終わり頃とでございます。これは私の家の掟きでございまして、その折には四季に食べるお時を小物に担がせ、腐らぬ漬物などを用意してまいります。峰の阿雀様は、その度に私一家のためにごま壇に座りながら、一年の最悪を覗いてくださるのでございます。峰のご坊寺は、ご存知でしょうが、 雨風に荒れてはいますが、一度お参りをした後はさっぱりとした良い心持ちでございます。私一家はご覧のように十二人で暮らしておりますが、先祖からごぼうを信じているのでございます。ごぼうの前に池がありますが、先祖はあの池で山芋を掘りながら、珍しい黄金の輪を拾ったと伝えておりますゆえか、 だに御社音の心遣いでお参りに上がるのでございます畑に出ておりましても峰の方へ向こう手は尻向けぬようにいたし息子らもそれを守っておるのでございます峰の阿雀里様は猿由緒ある勇士であられたそうですがあまり村里へはお下りではなく谷合の松を渡る風の音や 珍しい草木を集めなどしてわずかなお時でその日その日を送っておられたのでございます。月の十五日には村の家々の軒に立たれ図経をされていかれますがそれとても朝早く日の出ぬ山道の奥つゆに御足がしっとりと膝の辺りまで濡れておられますが村里の道に朝日のさす頃はもうお引き上げになるのです。 村の人々は十五日の前の晩にいろいろのお時を集めてはそのお帰りの時に進めるのでございますけれどそれとてもほんのお持ちになれるだけしかお下げになりません集まった者もむなもしくその半分は町の外れの辻堂にお捨て置きになるのでございますアジャリ様がこの村をお回りなされた後は村の中もなんとなく穏やかで人々は機嫌がよく 子供らも泣かかずに静かでございますそれゆえ人々はアジャリ様の清いお心が村に行き渡るような思いでアジャリ様をおろそかにする者は一人もございませんそれに野良犬の類までいつの間にか峰の御坊へ集まりわずかなアジャリ様のお時にありついて生きていると言われているほどでございますアジャリ様はもう五十を出ていらっしゃいますが 見たところしっかりした体つきで眉の上に大きいほくろを持っておられますが凡夫の私どもはその大きいほくろが何とも言えぬほど恩やさしいお心のほどを表しているようで見ただけでも笑ってお話しできるような気がいたすのでございます。春お時をもって出ました時に阿ャリ様は日の当たる寺領に山百合の根を掘っておられました。 私はまだ雪の残る山々の景色を眺めたりして、アジャリ様はこのような山だらにお住みなされてお寂しいことはございませんかもし村へお住みになるお心がおありでございましたら、地面もありますことゆえ、いおりを結びなされてはいかがでございます。私はこう言いまして、心の中でアジャリ様が村へお下りになればよいと思っていたのです。 わしはここででたくさんです。わしは長い間ここにいるので村や町にいると一緒に思っているこうして山ゆりの根を掘り当てるのが楽しみじゃそう申されて根を掘っては楽しそうでございましたけれども冬の間にもしもお風を召してもそれが私どもにわからないといたしますと誰もご解放いたすものもございません。 いやそれならご心配くださるなわしは長い間体を鍛えているので風邪などひきそうもないそう笑いながら申され白い山百合の株根をいくつも掘り出されましたそれを三ぶほど私の手に乗せられこれはわしの心じゃお持ち帰りくだされと言われましたアジャリ様は秋には百合を埋め 山芋を埋めておかれ、冬それを掘り上げてお上がりになるのだそうでございます。その他南向きの山の暖かい石の陰に、時知らずのわらびやゼンマイ、あざみの根を植え、それを冬の間に召し上がるので、少しも不自由はしていないと申され、米はあなたがお持ちくださるから、その方の心配はなし、わしはこうして静かに暮らしているのが何よりの楽しみじゃ。 冬炊くものは夏の間に折り積んで栗に片寄せておきますなるほどアジャリ様のそういうお暮らしはまことに都合よくちゃんと決めて行われていますゆえ見るからに私どもと違った清々しさがうかがわれるのでございますそれに寺の中は荒れていてもきれいに生えてございました炉のほとりには谷川の水がふつふつ煮えていて そのお茶をいただいたときは、あれほど結構なお茶を飲んだことがないと思ったほどでございます。小出場で炊いたお湯ほど美味しいものはございません。アジャリ様は申されました。わしがこうしていても、山々の姿や木や岩石に至るまで、やはり人間の顔のように見えてくるから不思議じゃ。わしら人間はどんな深山に分け入っても、 一度人間として暮らしたことのあるものはどこまでも人間を離れることのできぬものじゃ。それゆえわしはこの山で毎日いろいろの人と一緒に暮らしているも同様であなたの心配してくれる寂しいことなどはないと言っていいくらいです。あそこの山にしろじっと眺めていると人の顔になる。だからわしは寂しいことなどは少しもないのだ。 アジャリ様はそのように気楽ないかついごぼうぶりをなされぬ方でございます。そのため私はどれだけお近づきのほどを深くしたかわかりません。常々在所で説教をお願いいたしましても笑ってはこう申されました。わしは説教などできぬから二度とそう言うてくださるな。なるほどそうおっしゃればアジャリ様のお話をお聞きするよりも。 のんびりとお笑いになるお顔を見ているだけでもそれだけ私たちの心が伸び伸びいたすのでございますそれからは村の者は誰一人会ってお説教をお頼みすることもなくなりました十五日にはそれにも勝る穏やかなお顔が見られたからでございますある冬の雪のひどい日でございました私の家では 毎年の餅をつきましたので峰の御坊へも持ってまいりました。その時あざり様は炉のほとりにじっと座ったきり柱にもたれて眠っていられうすらあかりがお痩せになったお顔の上にさしていて私はあれほど静かな人様の顔を見たことがございません。まるで仏のような様子だったのです。私は大越しする気がなく立ったまま ししばらくお待ちしていたのですそのうちおさめになり私に声をかけられましたついうとうとしていたのですよくこそアジャリ様は私を上へお上げになりましたが私は冬中ああいう姿で眠っておられるアジャリ様を思い浮かべました乏しいほだびがちらついているばかりで 寒い風が吹き通しの部屋でございました。例えば戸や障子の隙間には雪の粉がしらじらと板の間や畳の上に吹き込んでいますがそれがまた何とも言えぬせいせいした感じでございます。アジャリ様はいつもそうしてお休みになりますか私はそうお尋ねしますと笑われたまま つい歌ねたたをしていたのですわしとても床を取って休みますがこのごろほだびをたいて歌ねたたするのが楽しみになりましたお寺の周りは荒い山の削り立った姿に包まれていますゆえ私は夜は暖かにお休みなさるように言って山を下りました菊代はそう言って 安禅師に茶を勧め自分も茶を飲みながら「その阿リ様に一大事が起こったのでございます」と言った「海安禅師はこの菊代という女は人の良いものであることやよく阿リの世話をしてくれたことを快く聞いていたがふと今菊代が一大事が起こったと言った瞬間から菊代の顔にただならぬ表情が起こったのを 注意深く眺めた。菊代は四十過ぎではあるが、まだ体の上に強い張りのある元気があった。カイアンは尋ねた。そんな静かな暮らしに何事が起こるものぞ。わしの考えるところによると、そのあじゃりこそ大徳の肘と言っても良いくらいだ。何走らず、愚埋に突き入らず。 わしは大手て話したいくらいじゃ。菊代は手を持って海岸を制するようにしていった。禅寺様人間ほど分からぬものはございません。そのような阿雀里様のお人柄がにわかに変わってしまったのでございます。どういうふうに変わったのじゃ。菊代は改まって禅寺様がこのお話をお聞きになり、 お気持ち悪くおぼしめされては困りますがこれもご縁の端どうかアジャリ様のお心のほどをお組みなされてお聞き捨てのほどをお願いいたします私一人の考えでは何か悪いものに疲れなされたとしか思えませんそれともあるいは山々の何かつきものとも思えるのでございますそういう菊世は新しく禅師にお茶をついで静かに話し出した ちょうど春のお時を持って上がった時でございます。アジャリ様は今度越中のある坊の招きで百日の行に行かなければならぬ。その間この山を留守をするゆえたまに寺を見回りくださいと申されました。アジャリ様はいつお帰りでございます。一日も早くお帰りなさいまし。そう私が申しますとアジャリ様はお笑いになり。 ここはわしの死に橋のようなところであるから、権行の住み次第に帰ってまいります。そう言われて、四月の終わり頃にお山をお立ちになりました。やっと、あざみの芽が吹いたばかりの春浅い四方の景色でございました。わしの帰る頃はもう夏のさなかであろう。早くお帰りなされません。 私をはじめ村里の者はそう言ってお見送りをしました。おいずる一つを二のうて行かれた後に、痩せ犬が二匹連れ立って行きましたが、それも国境で戻ってきたと見え、夕方には村についておりました。禅寺様、阿雀里様は八月にお帰りになりましたが、阿雀里様の後ろに、見慣れぬ一人の童子が伴うておられました。 その童時の美しさは、これまで見たこともない美しい方でした。まるで女と申していいでしょうか。それとも同時と言っていいでしょうか。お色の白さは、タンポポの茎から出る乳のようで、弱々しくて優しいお色でございました。目のきれいなこと、日の明かりについた耳の赤かったこと。 それに手や足は玉のようだと言ったらお笑いになるかもしれませんが昔の稚児様のように美しいのでございます。アジャリ様はただ一言こう申されました。これはわしの弟子で連れてきたのですからわし同様に愛しがってやってください。同時は紹介されて女のように顔をあからめ アジャリ様の追づるの陰に、思ばゆく隠れるようにして、ちょっと頭を下げられました。その愛しさ、美しさ、優しさは、なんと言っていいかわかりません。女の私ですら、うっとりとしたくらいでございます。アジャリ様も、これからのちは、少しはお楽になりましょう。良い童子をお見つけになりました。と申しますと、アジャリ様は常になくお喜びになり。 いそいそとお山へお上がりになりました私はその後ろ姿を見ていながら世にも美しい童子のいることを初めて知りましたアジャリ様の童子を愛しがられることは一通りではございません山へ上がった者はいつでもアジャリ様の傍らに童子が座っておられること 世にも類なくお腹の良いことを言っていました。そのうち童子は山住まいしてから日に焼けながら杏のような美しい方になり、見るからにお丈夫になられました。ただ、不思議なことには、月の十五日のご行にはただの一度もお連れになったことがございません。それがどういうわけだか、私にはよくわからないのでございます。それゆえ、いつだったか私は、 アジャリ様にお尋ねいたたししましたアジャリ様はどうして童子をお連れにならぬのでございますか道も遠くお不自由でございましょうに。しかしアジャリ様は別に何ともお答えがなかったのでございます。おとき物の重いものでもご自身で担ぎなされ童子に負わせられたことがございません。そればかりではなく童子がお山へ来てから ただの一度も村里へ降りていらしたことがなく、見た者さえいないくらいでございました。それゆえ私もつい同時のことを尋ねることもよういたしませんでした。なぜかと申しますと、そのことに話が向くと、アジャリ様は何か悲しそうになさいます。お顔がいつになく曇ってまいるような気がいたすのでございます。それゆえ私はじめ村の者らも、ただ一人として、 童子のことをお尋ねしなくなりました。秋の終わり頃に、例によって私はお山へ登りました。そして童子がわずかな間に見違えるくらい大きくなられたのに驚きました。足や手は大きく強そうで、お顔の色も初めていらした時とは違って立派になりました。アジャリ様は童子に茶をくましたりして、 大変楽しそうに見えましたがどういうものかこれまでのようによくお話をなさるということがなく私が訪ねていったことをおい,いになる様子がうかがいました。いいえそれは私の気のせいではございません。物をお尋ねしても何となくお返事が物そうに見受けられるのでございます。それいえ私はいつもならばゆっくりとお話をお伺いするのでございましたけれど。 すぐ下山することにいたしましたそれでもアジャリ様は山の中腹まで見えられ何か気にすまぬげな顔色でふとこんなことを言われました何もお構いしませんでした来春はまた早くにお待ちいたしておりますそこで私はこう申しましたアジャリ様ご機嫌よくお暮らしなさいまし しかし下山しましても私は同時のことは誰にも言いませんでした。がその頃気のついたことはアジャリ様は月の15日になっても村々へ度胸してお回りになることがなくなったのでございます。雨風の激しい時でも欠かしたことのない権行橋がもう村では聞くことができなくなったのでございます。 私は村の人たちにこう言っておきました。来月こそはきっとおいでになるに違いありません。しかしその年の冬中はただの一回も村へ降りていらっしゃることがなかったのです。そればかりではなく年の初めに山へ登ったものの話ではお寺の中は荒れ次第で仏具は錆び口。 庭や廊下には見る影もない草がれの這うのに任してあることが分かりました。そしてアジャリ様は朝晩のご行も怠りがちで、山勝も会ってその声を聞いたことがないと思うし、そういうことはお山では珍しいことだと言うておりました。私はその頃やっとアジャリ様のお心のほどが分かりました。 これはきっと美しい道事に心を奪われているからだと思いましたが村人もそれとなく気がついているらしくアジャリ様を憎むよりも何となく道事を憎む人々が多かったのでございますああいうかわいそうな道事を憎む気には私はどうしてもなれませんこれは道事が悪いのでもなく私は仕方のないことだと諦めるようになりました禅師様 そう諦めるよりも他にしようがないじゃございませんか。村では童子だけをどこへか連れて行ったらいいだろうと寄りようて話しましたけれど私はそれに反対をいたしましてそのままにしておいたらいいだろう気のつく時があるに違いないからとこう申していたのでございます。そのうち寒い冬も過ぎ春になり 私は小物一人を愚してお山へ上がり、お参りをした後でアジャリ様にお会いしたのでございます。そしたらまあ、なんという変わり方でございましょう。あんなにも美しかった童子は病の床について痩せがれていられ、同じくやつれたアジャリ様がその枕辺に座っておられました。私は、 アジャリ様のあのように深々と悲しそうな顔を見たことがございませんまるで枯れ木のようにお痩せになっていたのでございます童子は布団の間から小さい闇ほうけた卵のような顔を出して熱のある美しい目でしばらくの間もアジャリ様を見つめておられました私はその童子の目を見ているときに童子が どんなにアジャリ様を信じているかということを感じました。わしはこれが悪いので何事も楽しいとは思いませぬ。アジャリ様はただ一言そう申されただけです。ちょうどまだ冬に入ったばかりから病みついてだんだんに悪くなる一方です。 私はアジャリ様に物語って医者を迎えることを図りましたアジャリ様は喜んで私に万端のことをお頼みになりましたしかし同子は細い声でけなげにもこう言って頭を振りましたお師匠様私はお医者を迎えてほしくございませんただお師匠様のおそばにじっとしていたいのですそれに私は 自分で生きることを考えられませんきっと夏にならぬ間に私はこの世にはいないだろうと思います。アシャリ様はそういう同時の頭をなでながら、わしはお前のよくなることを考えている。そのような悲しいことを言うてはならぬ。昨日に比べると熱も下がったようではないか。そう申されましたが、 童子は白いい歯をししして、く笑いました。私は何としても駄目でございます。それよりもお子様、ま、私に早く水をお汲みくださいませ。よろしい。阿砂利様は立って谷川へ水を汲みに行かれましたがその間中童子は目を閉じてじっとしていました。 私はふと同時にこう尋ねてみました。同時様、あなたは死にたいと思いますか生きたいと考えますか私にそれを教えてくださいまし。同時は笑って答えました。私はどちらも好きでございますが、このように体が弱りましては生きても何にもなりませぬ。 それよりも私は静かになりとうございます。その静かになりたいという心が私には珍しい童子だと思わせたのです。童子様あなたはお子宗様をお慕いになりますか私がこう尋ねました時童子は赤くなって答えました。 お様は私の父でございますもの私はあまりのいとしさに同時の白い頬をなでさすりました同時は静かに目を閉じておられます私も女でございますあのような年若な同時にああいう優しい心が備わっていようとは思いませんでした私は同時の胸のあたりをもさすってやりました 不思議に私の心には何か母親のような気が起こってきたのでございます。「う時よ、あなたは幸せになれますね。あなたは今よりももっと良いところへ行かれます。私はうじが笑って答えるのを聞きました。本当でしょうか本当ですとも。 そのうちにアジャリ様は谷川の水を汲んできて、同時に器物に移して与えました。同時はその新しい水をうまそうに飲み干して、長い息をしました。あれほど谷川の水というものの、その清さ、冷たさを感じたことがありません。日暮れに私は下山をすることになりました。 アジャリ様時はきっわたくしがこう言ってもあじゃりさまは重く頭を振っておられましたわしはもう治らぬものと諦めておりますお気を強くお持ちなさいましわたくしはどうじにも別れを告げきっとよくなります そしたらおばさんはそなたの好きなものを求めてきてあげようぞと言いますと、同時は細い手で私の手を握り、美しい目で私を見つめました。秋に参りますまで、きっとよくなっていらっしゃい。私が同時に声をかけたのが、これが終わりでございました。まだ秋にならぬ間に、 童子は亡くなったのでございますしかしアジャリ様は村の人たちへはそのことを知らさないでいたのを山の者が見つけたのだそうでございます山の者の言うところを聞きますとアジャリ様は夜となく昼となく同時の死体のそばを離れず取り乱して嘆いておられましたそればかりではなく一向お弔いをする様子も見えません 私は童子のお弔いのためにいろいろ心で考えていたこともございますがお知らせがないのでそのままにしておいたのでございますちょうど童子が亡くなりましてから七日目に年来知っております山勝が私の家へ滝木を運んでまいりましてそして阿リ様が世にも恐ろしい有様でおられることを知ったのでございます山勝はこう物語りました 私はお寺へいつものき木を持って参りますと、奥から誰も答えてくれませんので、そっと奥の間を覗いてみたのでございます。すると、阿リ様は童子の死骸に取りすがって泣いておられます。その泣き声は人間の声と思われないくらいです。陰陰として寺の中を響き渡るのでございます。しかも童子の死体からは嫌なくされた匂いがして、 到底その周期には立っておられぬくらいですのにアジャリ様はその頬や唇に自分の頬や唇を触れそしては悲しげに注いでおられますあれほど美しかった童子は見る影もないありで目も泣かれておりますアジャリ様は「童子よ童子よ」と呼んでは死体にかじりついていられますその時私は にあった火の晩の鈴に頭を触れたので驚いて戸の隙間から身を引こうとしました時にちらりとアジャリ様は私の方を見られました。その顔はこれまでのアジャリ様とはまるで違った色を青ざめ目のくぼんだ青鬼のような顔に変わっておりました。しかも口の辺りには腫れ物ができているようなガサガサな色と質のようなものからなり。 じっと私の方を睨みました。私は慌てて土間を飛び出して山から下りてきたのでございます。私も長い間山稼ぎはいたしておりましてもああいう恐ろしい顔を見たことがございません。この世ながらの地獄を盗み見たような恐ろしさでございます。それにお寺の近くへ参りますと草を動かすそよ風の間に間に。 のの腐れた周期が漂ってくるのです私はもうお寺の鐘の音を聞いただけでも恐ろしいアジャリ様の悪僧を忍ばずにはおられません。私の考えるところによりますと、アジャリ様は悲しみのあまり、また同時の可愛さのあまりに気が狂うたのではないかと思います。明け暮れあんなに愛しがっておられたゆえ、私としても無理ないことと思います。 晴れた日に同時を連れたアジャリ様はいつも山の道のないところで山いちごの実や秋はあけびを摘んで食べておられましたゆえ童子の亡くなったことはどんなにアジャリ様の気を狂わせたかも分かりませんしまいにアジャリ様はああいう同時の腐った死体をどうなさるつもりでございましょう山勝はそう言うと目にアジャリ様の姿を思い浮かべたように 愕然と身ぶるいをしてみせたのです私は山月の言うほどでもないと思いましたもののともあれ一度山へ登って様子を見ておこうと思ったのでございます山の上はもう秋風がざわめいていつもと違った何か陰気な寂しさが込められているようで草の穂のそよぎもなんとなく薄気味悪く思われました 寺を訪ねますと私は驚きと恐ろしさのためにそっと押しそうだったのでございます。それは阿リ様が炉のほとりで骨だらけの痩せたお姿でじっと何か考えておられたのでございます。御祖も破れてその衣の間に草のそよぎを感じるような気配さえあったのでございます。 同時はと見ますとその姿はなくハエの飛び交う羽音のみがたりに凄さまじくいたしておるのでございます。アジャリ様私はともあれそう呼びかけてみました。アジャリ様は私の方を振り返られましたがその目つきは山勝の申したように人間の目つきの優しさを持っていません。まして これまでのアジャリ様の優しさはなかったのでございます。こちらをお向きになり、なんじゃとお言いになりました。私でございます。お忘れでございますか。しかしアジャリ様はそんなことは特にお忘れになったのでしょう。何をできたか、そう言って今にも飛びかかるような身構えをなさいました。 その姿は犬や狼のような身構えでございましたから私は身を引きながらこう尋ねてみたのでございます。「童子はいかがなされたのでございます?」とするとアジャリ様は急に気づいたように立ち上がり大声を上げてお泣きになりそして今度はまた私へさっきと同じ飛びかかる身構えをせられて「同時はお前が連れていったのだろう」。 そう言って急に飛びかかってきましたが私は気を失うばかり驚いて小物に背負われて下山いたしたのでございますそれから今日まで村人は山へは近づこうとはいたしません人さえ見ればそれに飛びかかり誰言うとなく鬼だということを言い合いました人間はどう変わるか分かりませんそういうわけでございますから 毎年のお時もそれきりにしておいてあるのですが今は何を召し上がっているか私にもよくわかりません村人の話では同時のかわいさのあまりその肉をろうたのだと申しておりますカイアン禅師はその話を聞いてしばらく目をつぶってから実はわしはそのアジャリに会ってきたのだアジャリはもう特になくなっていると言った 菊代は驚いてどうしてお亡くなりになられたのですと尋ねたカイアン禅師は笑いながら言った「この村へ着く前に山越えをしてくると一軒の寺が見つかり日も暮れていたゆえ一夜の宿を買うたのじゃするとアジャリがいたがまるでそなたの言われた通り炉のそばに座ったきり動きもしないその膝の上に一つのシャリ神戸を持ちながら 生きているのか死んでいるのか分からぬ風情であった。その時わしはふと童子の着物らしいものを壁の上にあるのを見てすぐにこのアジャリは童子をしとうて心狂うていたのだなと思うたのじゃ。わしはこう尋ねた。アジャリよ何を悲しんでいるのだ。しかしアジャリはわしの声が耳に入らぬように。 かのような細い声で何か言っているように思われ、再びわしはアジャリを迷うているなと言った。するとアジャリは少しばかり動いたようで、その目に少しばかりの生きた色が出てきたのじゃ。辺りは畳の上にキノコが生え、草の鶴が放っているばかりでなく、血を這う虫までがいた。わしはその時、このアジャリは生きてはいないと思うた。 なぜかといえば、一時間余りというものは少しも動いたことがないから。動いたと思うのも、わしの気のせいだったのじゃ。迷い抜いた魂が、まだ体に残っている。わしは全城を上げて、アジャリの肩を撃ったのだ。すると、頭は砕け、衣に包まれたままの骨だらけであった。 わしは再び杖をあげた時にはその骨と衣との間から一匹のコオロギがはいだしたことを知ったおなごよもうアジリはなくなっている善児はそう言って高々かかと笑いだした菊よは初めて仏の間に火をともした